どうもエルザです。それでは原神やっていきたいと思います。さあ攻略しますか。風流廃墟、何回でも挑戦できるんだ。暴風のように吠える竜、レベル90まであるんだね。あーでもこれをクリアすることによって風の幻想持ちはってことか。ほう、じゃあ行こっか。これかな。見て、トワリンの体に光っているところが2箇所あるでしょ。あれが傷口に固まった毒血だよ。アビス教団は傷口に呪いをかけてトワリンの精神を腐食させたんだ。トワリンを助けるにはまず紫色の凝結をきれいにしないと。おお、なるべく光っている箇所を狙って破壊しよう。動くね。これは懐かしいね、序盤の感じだけどね。動くな。まず一つ目オッケーかな。トワリンは距離を取った。でも彼の考えは読めてるからもう少し我慢して。これは一応避けれてるのね。いやー綺麗だねー。まだ続くね。そのマダンから純粋な風元素を抽出して凝固させたんだ。それらを砕くと加速の輪が形成される。おお、ただ現れる位置はコントロールできないから君がちゃんと見極めてね。近づくと1回ぐらいかな。まだか。意外とね攻撃がね。動くね。動きすぎ。動きすぎ。よし、でまた離れると。いやーなんか流れ星みたいだね。なかなか来ないね、風がね。
は、おお、ちょい、意外と当たると痛いのよね。あと1回かな。ねえ、避けるのに必死になったらダメだ。さあこれでいける？もう少し我慢して。お、ウェンティじゃん。さあボス戦、まさかのウェンティが使える。これでトワリンと対等に戦える。世界一の詩人も加勢するからね。でも一つだけ言っておく、トワリンの牙と爪はかなり鋭い。数百年手入れされていなくても危険だから注意して。ここだよ。ほう、でジャンプしろと言うことか。そうなると、ああ、うわ、うえー、マジで。となると、ハゲた首の汚れと血の塊だよ。一緒に遊ぼう。いや、主人公一見削ったが早い。はあ、それがさあ。まあ落ちるね。あれはトワリンの必殺技、終点のフィナーレだ。トワリンのネーミングセンスって変わってるな。今僕がつけたんだ。おい、まあとにかく雰囲気を使って足場のひびを回避しよう。ひびから湧いてくるエネルギーはとても熱いから気をつけてね。さあ、なんか、当たんないんだね。痛いね。
で、オッケー。首の汚れた血の塊だよ。よし、これで終わり。一緒に飛ぶのは久しぶりだね、トワリン。先ほど、なぜ昔のように我に守れと命令しなかった。君にアビスの言いなりになってほしくなかった。でもだからといって僕の命令に従ってほしいわけでもない。神に命じられた自由はある意味不自由だろう。人眷属の力か。しかし我はもう主風守護ではない。肩書きがなくても君は僕たちを守ってくれたじゃないか。これからは僕の祝福とともにもっと自由に飛ぶといい。モンドの流祭はこれで一件落着だ。私は騎士団を代表して市民たちの誤解を解き、事件が解決したことを知らせる。しかし風魔竜が前触れもなくモンドを襲い、その後行方をくらませたことはきっと市民たちの心に多くの疑問と不安を残すだろう。ううん、大丈夫。風向きは変わるものだからね。いつかそれも光さす方へと吹いてくれるはずだよ。さあ、挑戦成功。翌日、あんたたちやっと栄誉騎士の凱旋だね。ほう、凱旋があるの。こいつと一緒にトワリンとじゃれ合ってきたぜ。へへへ。でも昨日帰ってくるはずじゃなかったの？ジンさんが一足先に帰ってきてあんたたちの活躍をみんなに話してくれたよ。ああ、いつか私もそんな大舞台に立てたらいいな。まあそうだね、アンバーのおかげで飛べてるところあるからね。うん、今回の件が無事片付いたのはあんたたちの頑張りがあったからだよ。最初にあんたたちをモンドに連れてきたのも偵察騎士としての仕事を果たしただけだもの。ふふん、礼なんていらないぞ。そういえばアンバーはここでオイラたちを待ってくれてたのか。今回の任務は遠征とはまた違ってて、そう余裕はないんだ。ほら、今は後片付けをしているとこ。後片付けが物騒だね。後片付け？モンドに何かあったのか。うん、ジンさんがいない間に近くの魔物たちが総攻撃を仕掛けてきたの。幸い前々からヒルチャールの動向は探ってたし、奴らの拠点がモンドに近づいてきていることには気づいてたからよかったけど。あ、覚えてるぞ。アンバーと初めて会った時もヒルチャールの巣を片付けてたよな。そうそう、ああいった準備を怠ってたら今頃モンドは危なかったかもね。まあでもどうしてヒルチャールが。おかしいんだよね。ヒルチャールに総攻撃を仕掛けるような指揮能力はないはずなのに。だから今回の件はアビス教団が裏で糸を引いてると思うの。あいつらがヒルチャールを操ったってことか。じゃあもしトワリンを助けてなかったらそのヒルチャールみたいに操られて。もしかしたらね。偵察騎士として今後はアビス教団の動向にも注意しなくちゃ。あー、ごめんね、せっかく帰ってきたのにまたこんな話しちゃって。そうだ、
人参とお肉のハニーソテーをご馳走するって約束してたよね。今まで流災のせいで行けなかったし、今回の勝利をお祝いしておごってあげる。やったー。アンバーが忘れててもオイラは忘れてなかったけどな。私も人参とお肉のハニーソテーを久しく食べられていないんだ。鹿狩りで待ってて。ここの片付けが終わったらすぐ行くから。さあ、青の姿のためにクリアと。おお、弓が手に入ったね。これはあれか、期間限定かなんかだったかな、確か。ああ、元素チャージ効率上がるのか。ねえ、風の文句ままにと。ああ、いっちゃいいね。ちなみに、ああ、強化、それがいるのか。ゆくゆくちょっと使ってみようかな。お、ガイアがいる。いらっしゃい。お客さん、ご注文は何にしますか？はあ、釣れないな。親友の俺を無視する気か？親友のガイアじゃないか。ほう、俺の熱い気持ちに応えてくれるとは。どうやら俺の誠実さが伝わったようだ。モンドの新たな英雄が目の前にいると思うと、騎士として心が震え立つもんがあるな。ガイアがまた適当に褒めてる。俺が言ったことは本心だぜ。さて、また何かたくらんでるのって。まあまあ、ここで何してたの？頭の中を整理したくてな。静かな場所を探してたんだ。他の騎士は後片付けしてるっていうのに。考えるっていうのも大変な仕事だ。むしろ戦場の後片付けの方が楽だと思うぜ。まあ、ヒルチャールの件があるからね。ふーん、その考え事って？アビス教団のことだよ。流災でジンがモンドにいなかった間、アビス教団にとっては絶好のチャンスだった。もしお前がアビス教団のものなら、こんな絶好のチャンスにヒルチャールだけを送り込むか？まあでも、絶好のチャンスだったらさらに強いの送っていいよね。真相を見極めるため、俺は待つことにしたんだ。奴らの次の行動をな。それにお前たちが風流廃墟で激しい戦いを繰り広げている間、モンドの城門でヒルチャールの叫び声を聞いてな、城内に不審者がいたんだよ。ほう。モンドの城内にか？ああ、他の騎士が城の外で戦っていれば、城内の守りは必然的に手薄になるだろう。だから城に残っていた俺はアビス教団の侵入者とちょっとばかしやり合ってな、あの手この手で情報を聞かせてもらった。その情報っていうのが、そいつらアビス教団を裏で統治する者のことだった。アビス教団を統治？トワリンをあんな風に戦いの道具とさせたのもその統治者の仕業だ。あの手この手って、どんなことして情報を聞き出したんだ？そこは俺の天才的な話術によるものだと思っておいてくれ。その統治者はアビス教団の魔物に王子様と呼ばれている。王子ね、星の王子かな。まあまあ、でもそうやね、兄があそこにいたってことはその王子っていうことだろうね。まあ、情報共有はここまでにしておこう。アンバーがこっちに向かってきてる。一緒に戦わなかったことを怒ってるんだろうな。じゃあ、お先に失礼するぜ。ガイア先輩に逃げられた。やっぱ後ろめたいんだ。そう、悪いやつだ。実はこっそり頑張ってた。そうなの？
あの話術に騙されたんじゃない？まあ、あの人のことは置いといて。もうクタクタ、お腹もペコペコだよ。先に注文させてもらうね。サラさん、人参とお肉のハニーソテーちょうだい。さて、ハンバーグ食事。流災も落ち着いたけど、あんたたちはこれからどうするの？めちゃくちゃうまそうやな、あれ。多分モンドを離れて七国を旅しながら彼女の家族の手がかりを探すかな。そっか、じゃあしばらく会えなくなるんだね。そうだね。大丈夫、どこだろうとも風が届く場所であれば、あんたはセピロス騎士団の戦友であり栄誉騎士だから。風の導くままに。うん、モンドはいつでも歓迎するよ。早く食べようか、じゃないとお肉が冷めちゃう。おすすめするだけあって期待通りだな。当然だよ、料理の腕にはあまり自信ないけど舌に自信はあるからね。あ、そうだ、伝え忘れるとこだった。じいさんが大聖堂で待ってるって。天空のライアーのことみたい。早く行った方がいいかも。天空のライアーね。久しぶりここ来たなー。あ、全員回復しようで、あ、やっぱバーバラいるね。こっちもバーバラなんだけど。こちらは教会から天空のライアーを回収しに来た祈祷牧師のバーバラだ。あ、牧師なんだ。へえ。風神のご加護があらんこと。代理団長と比べてそういう言葉を口にする資格はないかもしれないけど、皆さんモンドを守ってくれて本当にありがとう。お偉いさんなのね。平和に解決できてよかった。本当に風魔竜と戦うことになっていたらどうなっていたことか。ああ、これでファデュイも口出しできなくなった。こんな風になって彼らはきっと悔しがっているだろう。セピロス騎士団に圧力をかける理由を失ったからな。スネージナヤが横暴だというイメージを植え付けただけで、外交の進展は何も得られなかった。はいはい、それで天空のライアーを持ってきてくれたわよね。代理団長の担保も無限じゃないわ。数奇教に何度催促されたことか。持ってきたけど、うん、ちょっとな。お、貸し出し料とかは必要ないから安心して。教会には寄付金があるもの。そういうことではないんだよな。そのギャー、天空のライアがバルバドス様、バーバラは一生かけて謝罪をしても足りないわよ。はあ、いいや、天空のライアーを僕に貸して。お、治るのか。どうして天空のライアーが。あ、オイラにも見せてくれ。ダメダメ、どう治したかはわからないけど天空のライアーはもう貸せないわ。さて逃げようか。僕が天空のライアーを修復する現実、いや魔法、 100% 完全無欠じゃないからね。何？金融野郎、おい逃げるな。あら、パ
ハムスターが見つかってよかったわ。木の杭や米の袋に噛みついてモンドに迷惑をかけたんじゃない？それはハムスターじゃなくてネズミだと。今はあんたの話なんてどうでもいいの、無礼な銀融詩人。その主人から借りた力のおかげかな。ああ、これが神の心。集めているチェスの駒とは程遠いわね。それは多分君にセンスがないからだと思うよ。神の心を手に入れたもの、行きましょう。騎士団が来る前に証拠を残さないようにね。あ、栄誉騎士、目が覚めたんだね。ここはどこの星？いや、ウェンティは大丈夫？彼の状態は大丈夫って言えないかも。あなたたちが大聖堂の外で倒れていることに気づいて元素力で治療したんだけど、あの詩人は先に目が覚めてね。でもおかしいんだ、私の治療が彼の傷には全然効かなくて。こんな患者は初めて。彼はこれが普通だよって言いながら大聖堂を出て行ったんだけど。出て行った？どこに行ったんだ？モンドの英雄の象徴、彼はそう言ってたよ。止めようとしたけど、ジン団長が行かせてやってくれって言うから。なんだか変だよね。あー、神の心取られてっていうことか。確かウェンティは前にあの木の下で傷を癒してたよな。風神と風たちの血のつながりが理由だろうな。きっとジンも気づいたはずだけど、バーバラには言えないよな。そうか、あいつらが、ああそういうことか。風神をおびき出すためにトワリンをね、うまく使った感じもするな。さあ、ウェンティのところ来たね。でもちょっと様子が。木々の隙間から流れる風は心地よく、僕の好きな匂いがする。前回の僕も同じようなこと言ってたよね。はあ、なんでこのセリフを言うときはいつもついてないときなんだろう。それで神の心って何？気づかれてたか。はあ、一般人に話せる内容じゃないんだけどね。でも君にならこっそり教えてもいいかな。君も知ってると思うけど、神の目はごくわずかな人しか持てない外付けの魔力機関だ。それを持つ者たちは神の目を通して元素力を導いている。実はね、神の目の所有者はみんな神になる資格を持っているんだよ。その者たちは元神と呼ばれて天空の島に登る資格があるんだ。ほう、天空の島ね。あ、それで元神なんだ。元神？聞いたことがない言葉だな。それは本当の神しか知らない秘密だからね。とにかく僕たちは神の目という初歩的な機関はいらないんだ。その代わり神の魔力機関は天空の島と共鳴してつながっている。
それが神の心だよ。ウェンティの腰にあるものは？ただの光るガラス玉だよ。不要な疑いを避けるためのね。あー、それは大きいのだから強力ってことか。じゃあさ、さっき会ってすぐオイラを吹っ飛ばしてウェンティの神の心を奪った悪い女は一体誰だ？彼女はシニョーラ、ファデュイ11人の執行官の第8位、コードネーム宿女だよ。ああ、いつが第あれで第8位。ファデュイの執行官はみんな彼女のようにスネージュナヤの助行によって神のような権力を与えられ、凡人を超えた力を手に入れた。スネージュナヤの助行？それって、うん、七神の一柱、スネージュナヤパレスに鎮座する氷の助行。ファトス全員が忠誠を誓う唯一の相手だよ。七神間の関係は全員仲がいいわけではないけど、まさか彼女が他の神から神の心を奪おうとするとは。氷の女皇はどんな神？なんて言えばいいかな。500年前の彼女を僕は知ってるけど、今の彼女はよく知らないんだ。500年前のとある大きな災害の後、彼女は僕とのつながりを全て断ったからね。でも氷の神とファデュイのことは後でまた話すよ。七神を全員探すとなると、君の旅はおそらく困難に満ちることだろう。まずはモンドの隣国に行くといい。あそこの岩の神は僕と違って自らリーユへ全域を治めてるから。彼は年に一度だけ公の場に降臨して神託を下し、リーユへの新たな一年の経営方針を民に伝えるんだ。へえ、結構ちゃんとしてるんだね。それでもその仕事の頻度は誰かさんより上だな。とにかく今年のゲーセン儀式はもうすぐ始まるみたいだ。うん、逃したらまた一年待つことになる。はあ、そんな大事なことをなんで早く言わないんだよ。じゃあな、早く行こう。待って、風を捕まえる異邦人。ああ、そうだね、ごめん、勝手に七天神像風を借りた。ありがたく使っておくれ。僕にダンディライオン酒をおごってくれたらなおさらいいけど。結構お酒好きだね。旅人、君が再び旅に出た時、旅そのものの意味を忘れないでほしい。テイワットの鳥、歌と城、チョコ、ファデュイと魔物、みんな君の旅の一部だ。終点は全てを意味するわけではない。終点にたどり着く前、君の目でこの世界を観察するといい。うん、風神の忠告はここまで。ここから先はウェンティの時間だ。僕に聞きたいことがあったら今聞いておくれ。僕は吟遊詩人だからね。さっきも言ったように、神の目の所有、神の心は、ごめんね。あ、そういえば僕も七神の一柱としてまだ自分の容疑を晴らせていない。確かに僕たちいいコンビだったね。そうだ、君がお兄さんを見つけたら新しい四風守護になってみない？それはちょっとやめとこう。吟遊野郎、四風守護になれば。僕に聞きたいことがあったらそれは断るんだね。じゃあ早くリーユへに行くといい。今年のゲーセン儀式を見逃したらまた一年待つことになるからね。さあ、竜と自由の歌クリアと冒険者ランク23到達でっていうことだね。ほう、で主人公の強化もできると。またう
ミッションをちょっと仙人を迎える。ああ、これが一番新しいやつだね。ルピカの意味、狼の章、英雄のアリバイ。結構急にサブ出てきたな。マップ見てみよう。いや、でも、どうだろう。多分リーウェのっぽい感じがするけどね。ということで、ウェンティともここでお別れだね。あとはガチャで会えるかどうかかな。はい、ということで、まあ、第1章終わりというところかな。で、次が第2章なんで、まあ、ちょっとね、探索とかしつつ、様子見て、街に寄ってみようかな。ということで、ここまでにご視聴ありがとうございました。よければチャンネル登録、高評価よろしくお願いいたします。それではまた次回お会いしましょう。ほんじゃあ、またね。